こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成指導者の人々は始めていきましょう。いよいよ公式戦最終戦、武蔵野方の一戦が待っております。これ勝って2点、つまりスコアの側が勝ってクラワーカリバーズが、負けないと逆転はないってことになりますね。優勝ということになります。仮引き分けでスコアの側が勝ったという場合でも勝ち点は43で並びますが、得失点差が13あって、ほぼクランカリバーズの優勝は決定だと思われます。なのでしっかり勝って優勝しましょう。今度はこのままでいきます。基本中の基本です。前回の試合で川上の方も突っ込んでこないことが分かりました。ノーマークでいきます。58% 抜けてますね。前回3対0に勝ちましたからね。すごい、こちらのフォームというのも頼り。力強い。難しい試合はできません。結構、クラワーカリバーズ。頑張れ、クラワーカリバーズ。オッケー、先生です。先生です。本当にナイス。ナイスポジション。ナイス反応。これうまいな。完璧です。さすが緑。チャンス3点になりました。
大きなリードです。ハイハイダンス本当に期待通り、3点のセーフティーリードを取り出した彩香でした。なんとか彩香へ、攻撃的無事に出るのは当然のことだと思います。前半終了です。後半行きましょう。対応が難しい。さああと1分、アシアタイムは1分です。さあ最後のチャンス、クラリス、ここで試合終了。本当に優勝だ、一回あった最高ということで、胴上げは今ないんだけど、胴上げで上げて落とす、これだよね。
きました。 We are the champions。 4対0、優勝です。答えを打ついただきました。つくばなを勝ってたんですね。2点差で14勝4敗4引き分け、クラーカリバーズが接戦をものにしました。そして決勝戦、キャピタル東京かリナセ大阪のどちらかになるかと思われます。そちらの勝者と、勝てばぶつかるというぶつかって優勝を決めるということになります。ということで見事優勝と相なりました。次はジャパンカップを取りに行きます。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。カルチョビッターの動画プレイリスト集、この動画の概要欄に載っております。よろしければ見ていただいてブックマークしていただければと思います。概要欄にはブログ、ツイッターのアドレスも記載しています。もしければフォローお願いします。ゲームのライブ配信のお知らせもありますので、ツイッターのフォローぜひお願いします。カルチョビット N リーグ優勝をお知らせしてお別れしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。